皆さんこんにちは。ゆっくり悟りと、ここはどこだろう。な、ゆっくりおりんなのだです。てなわけで、どこなのかわかりませんが先に進んでいきましょう。でも、どこかで見たような空間ではあるのよね。どこだったかしら。有識者の方、心当たりがあればコメントお願いします。お願いね。にしてもこの空間ちょっと暗すぎません。何も見えないんですけど、目が、うわ何これ、めちゃくちゃ眩しかったんですけど。まあ、まさか目の前が壁だなんて思わないわよね。逃げ場はない、ですって。誰かのメモですかね。さあ、そういえばこれまでもちょこちょこメモを見つけたわね。他にも誰かいるのかしら。むしろこの状況じゃ誰かに会いたいんですけどね。頑張れ女子さん。というわけでどんどん上に登っておりますが、特にこれといって何かがあるわけじゃないですね。暗くて怖い以外に特に何も起こらない。それが逆に怖いわ。今は進むしかないので先に進んでいきましょう。多分今回もエレベーターを見つけたら脱出できるはず。です。そうそうこれです。もうちょい尺を考えてセリフを入力しましょうね。何ここは？ここは、草原、みたいですね。ここも具体的にどのレベルかはわからないです。それで、何をすればいいんですかね。エレベーターは見えるけれど暗いわね。何かしらギミックを攻略する必要がありそう。やかましいですよ。まあ怪しいのはこの赤い光ですよね。どう？何かできそう？ちょっと待ってくださいね。まさかの何もできない悲劇。そんなことあるの？あっちの光はどうでしょうか。光で何かできないならもう何もできねえですよ。さて来たわね。やかましいですよ。おや？光に近づいたら消えた？もしかして、指定の順番で光に触れたら消えるんじゃないの？それだ、次はあの光のところに行ってみましょう。これで他の光にも変化が出れば勝ちね。全部消せばいいってことになるわ。そうですね。さてさて果たして変化はあるのでしょうか。変化ない。なんでだなんでだ、この世界では他にできることがあるのか。今何してるの？高台からレベルを見渡そうとしてます。やかましいですよ。高台っていうか、丘みたいなところね。それで、何かあったのかしら？いやー、何にもないですね。しかもここが行き止まりみたいです。ということはですよ、やはりあの光に何かしないといけないんですよね。ワンチャンエレベーターが開いて先に進めたり？ダメですね。いやまあ知ってましたけれども。そういえばまだ反対側の光調べてなかったです。それって最優先で調べなきゃいけないんじゃないの？あ。指定の順番で光に触れたら消えるんじゃないの？だったわよねー。いやあの、ほら、ははは、これも愛嬌ですよ。は？ごめんなさい。まあいいわ。さっさと光を集めて先に進むわよ。よし集まりました。ふむ？これでエレベーターは起動した？変化ないですね。マジで言ってる？マジで言ってます。マジでどうすればいいんでしょうね。Is anyone here? やかましいですよ。意味もなくさまよっておりますけれども、そろそろ発狂しそうなんですけれども、ついに、何がトリガーになったのかはわかりませんがエレベーターが起動してくれたようです。助かったわね。積んだのかと思ったわ。今回ばかりは焦りましたね。というわけでこのレベルともお別れですね。先に進みましょうか。そうね。このレベルも結局どこかわからなかったわ。知ってる方がいたらコメントをお願いね。なんですかこの陽気な BGM は。何？ここ？レベル94のパチモンみたいなところに来ましたね。いろいろなところに小人の人形が。不気味すぎません。ここは多分レベル94、モーション、です。サバイバル難易度はクラス3、環境は安全ではなく、エンティティは少数存在しています。レベル94は大きな町、空中に浮かぶ城、草の丘で構成されたレベルです。町は1930年代の雰囲気で、ミルクバンやサイレンポールが配置されています。そしてレベル94は夜になるとエンティティで溢れ返ります。また、空中に浮かぶ城では、アニメーションの王が待ち構えています。間違っても四方を海に囲まれていたり、小人の陶器が配置されたりはしていません。というわけで一通り見て回りましたが、どうやら家は段ボールのようなものでできているようですね。中に家具はなく、2階には行けません。あと、どの家にも小人が配置されてます。へぇ、変わった空間ね。それで、ここで何をするのかしら。順当に行くなら夜になるのを待つ。でしょうね。しばらく探索するか、何かギミックを見つけるまではさまよわなければ。なるほどね。でも、ギミックになるようなものなかったわよね。そうなんですよねー。
怪しいのは小人ちゃんなので、小人ちゃんに焦点当ててもう一周回ってみます。おや？家の中に小人がいますよ。本当ね。これは怪しいわ。お盆の上に何か乗せてますね。何なんでしょうか。あ、これアーモンドウォーターですよ。え、くれるの？そうなんじゃないですかね。こっちに差し出してますし、ありがたく頂戴しましょうか。あの、音楽止まったのだけれど。ちょっと待って、なんか外がヤバそう。もしかして小人の怒りを買っちゃった？アーモンドウォーターを奪った判定になっちゃったんじゃない？嘘でしょ。いや、でも、差し出してましたし。あれは私たちがそう思ってるだけで、ああこのアーモンドウォーターで休憩するか、ってところに私たちがやってきてパクったって可能性も。じゃあ、どうしましょう。このアーモンドウォーター返却できます？今さら返したところでもう遅そうだけれどね。とにかく今はあの家から離れましょう。ワンちゃん小人にお星様にされる可能性が考えられるんで。海の上の巨大小人からも殺意を感じられるわね。巨大小人って何？うん、悟り様、またちょっと様子の違う小人がいます。今度は外に出てるわね。何かを求めるようにこっち見てるわ。ふむ、さっきのアーモンドウォーターが欲しいのですかね。他人の家に侵入してパクったアーモンドウォーターをこの子に譲るの？鬼畜すぎない？鬼畜上等。ザ・バックルームズを舐めんなよ。というわけでこちらをどうぞ。あれ？何も起きない？うん、気にした？いや、そんなはずはないんですけど。うわ、なんだ。え、夜になったわよ。待て、超展開すぎますって。どうすりゃいいんです？で、あそこに何かありません？え、どこよ。ちょっと近づいてみましょう。ひょっとしたら縁起家の可能性もあるんで。いや、じゃあ近づかない方が良くない？でも気になる。人間の興味には勝てません。ひぃ、何よこの音。さっさと出口探しましょうよ。嘘だろ。これはだ、なんて。だからこれはなんですよ。これはまずい、検閲されます。はぁ、なんでが検閲されるのよ。え、私も対象？なんでよ。これには深い訳と理由があるんです。記事削除されたんでもう大丈夫かと思ったのに。くそ。だから、言ってもただの、じゃないの、なんで、がダメってことになるの。これを見てください。わかったでしょう。何が？くそ。が出てくるなんて想定外でしたね。レベル紹介ができないのは残念ですが、先に進みましょう。何よこのやかましいエレベーターは。それで、ここはどこなんです？